マリア・テレサ・でボルボーニー・バリアブリが1828年11月24日は、スペイン最小、マヌエル・デ・ゴドイの妻、第15代チンチョン・ジョハク。スペイン王子、ルイス・アントニオと、アラゴン貴族、マリア・テレサ・でバリアブリがイロハスの次女として、ベラダで生まれた。父、ルイス・アントニオは大司教も務めた元聖職者で、 あったが、恩意継承に野心を見せたことからカルロス3世に疎まれ、宮廷から遠ざけられていた人物であった。また、マリア・テレサではリアブリガが、王公出身でないために結婚は、帰遷結婚とされ、二人の間に生まれた子供たちは、諸子扱いを受けていた。1785年に、ルイス・アントニオが亡くなると、妹、マリア・ルイサは、サンクレメンテ修道院へ入れられた。 カルロス三世によって、顔も知らぬ貴族のもとへ、嫁がされるのを防ぐためであった。しかし1797年、姉のマリア・テレサはカルロス四世と、王妃、マリア・ルイサ・デ・パルマの仲介により、ゴドイと結婚した。マリア・テレサは長い間、ゴドイに血筋の良い配偶者をあてがい、彼の地位を高めるためマリア・ルイサから結婚を、強制された犠牲者であるとみなされてきたが、 現在の歴史家の認識は別のところにある。結婚によって、マリア・テレサと家族は年金を得、また初代ボアディリア、デル・モンテ公爵、第15代チンチョンハクといった称号を獲得し、スペイン貴族の一員となったのである。そしてマリア・テレサの同母兄、ルイス・マリアは、トレド大司教、セビリア大司教を務めることになった。しかし、結婚生活は屈辱的なものであった。 ゴドイは、チーと王妃との愛人関係のカムフラージュのために、マリア・テレサをめとったのであり、幼妻には無関心であった。彼は、王妃との関係と、並行してペピータと同を熱愛し、精細、愛人ペピータを同じ家に住まわせていたのだった。1800年10月、マリア・テレサは、一人娘、カルロッタ・ルイサを生んだ。宣令式ではカルロス四世が、大父を務め、 式をドレド大司教が司さどったほどであったが、ゴドイは赤ん坊を猿のようだと侮蔑した。1823年、自由主義的な立場であったマリア・テレサは、同年の兄、ルイス・マリアの死去で後ろ盾を失い、パリへ亡命した。亡命先では、実前マリア・ルイサ、その夫で、サン・フェルナンド・公と落ち合った。亡命中のマリア・テレサは、貧窮し、手持ちの宝石を売り払い、 生活していたという。1828年10月、マリア・テレサは、ガンのため救世した。妻の死から間もなくして、ゴドイは長年の愛人ペピータと正式に結婚した。ありがとうございます。